Chapter 2. Oh, hey, Date's here. That's right. I forgot he's a cop again. Oh, me. Date-san! 相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。で、なんだ？いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ。しかもその指紋なんですが、昨晩シバーラフ島で視察隊で発見された元東上会組員、森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？で、その指紋、身元は割れてんのか？はい。ですが、これがちょっと、ていうか、かなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え！はい！現場から発見された指紋は、この男のものでした。ん？これって、確か今、話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は近江連合の現役幹部組員だそうです。うん。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報では神室町、新神室ヒルズホテルに滞在しているようです。神室町にいるだ？ Well, that's just great.I'm sure only good things could happen there. ちゅうことは、福岡も札幌も名古屋も、今回の絵裏で買い取ったんは、かっちゃんちゅうことか。間違いないようだぞ。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力が、神室町入りを果たしたとのことです。東上会は何やっとんのじゃい！いや、それが、これっちゅう抵抗もなく、事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と東上会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな、蒼天ぶりはどうなっとんのじゃい！ごく一部の施設を除き、ほとんどもぬけの殻だそうで。蒼天ぶりぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何のしたくだか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝谷の好きにさせてたまるかい。あ、はい、はい、そうか、わかった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも、例の件はどうなってる？そうか。これであとは役者さえ揃えば、いよいよというところだな。それじゃあ。すみません。これでもいろいろ忙しくてね。Yeah, it really seems like it. それじゃあ、さっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億、それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。5億か。つまりこれで日本ドーム公演から手を引けと。ええ、
あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか。ちなみに本件、イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、その他設営などのキャンセル代などもすべて大阪芸能で負担することになってます。つまりこの金はまるまるこちらの懐に入ると。どのように使われても構いません。あなたがすべて受け取るのがはばかられるようなら、今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか。引退か。まあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、業界内での悪評は高まる。自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか。そんなことはない。だが今、沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば最悪。ん？いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。 Oh, okay. No, that wasn't shady at all. 以上、うちのティーセットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。あさってのコンサートは沢村遥の代わりにうちのティーセットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。参ったな。ん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、勝也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからのワルだとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのか、あなたは知ってるはずだ。Come on. I'm a real sack of shit, right? ええ、でもそれも全部あの金井ってバケモンみたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんだ。 You're not so bad, Katsuya. Oh, come on. 大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時、寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。ほらね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい。返事を聞かせてください。当然ですが断ります。遥がドームのステージに立つことはパクさんの夢でもあるんだね。じゃあそのためなら大阪芸能、いや大阪工業を敵に回しても良いと。ねえ、もちろん。Absolutely. それじゃあまた。Let's get back to Sky Finance. ただいま。なんだ、花ちゃんも留守か。Oh. ちょっと何あんた。ちょっとって、もう2時間以上ここで待ってたんですけど、誰もいなくて。お店の人ですよね。ああ、そうですけど。何の用ですか。いや、ちょっとお金を貸していただきたくて。ああ、もう困ったな。
実は今ね、このカムロ町の本店は花ちゃんっていう事務、いや秘書か、まあその女の子に経営を任せてましてね、私の一存で自由にお金を貸すわけにはいかないんですよ。ああそうですか、弱ったな。で一応聞くけど、いくら必要なの？ここにやってきたってことは結構他の店で断られてきたってとこなんでしょ。それがあの、はい、ですね、3億と2000万ほど。3億2000ね。で、お願いします、この店は無利子無制限でお金を貸してくれるって噂を聞きました。2000万は後でもいいんです。それよりもどうしても今日中に3億円用意しないと大勢の人の命が。大勢の命？とにかく俺を信じて3億円貸してください。 Come on man, as a fellow protagonist, you know how bad things get. いや、そんな大金何に使う気なの？あさって日本ドームで開かれるあるアイドルのメジャーデビューコンサート、それをどうしても中止させないといけないんです。え、それって A real conflict of interest。 コンサート中止のためのイベント会社に支払う違約金3億円俺に貸してください。Okay, so this concert is connected to all this shady baseball stuff. Yep, I also know Daigo. Why do you want to stop the concert? Why do you want to stop the concert?I can't allow that. They're gonna do something at the concert. It's gonna be hard to react if we don't know their plans. Oh.The cops keep not believing our stories in these games. Of course not. I do too. I really hope. Like, I really hope Akiyama comes back in 8, and it would be nice to see Shinada again. I like him.I'm really looking forward to 8. Omi Alliance is like fighting each other. What's up with that? Some kind of leadership power struggle.Yeah, like, this game introduces quite a few new maps that we've never seen again. Like, it would be cool to, bring some of those back and expand upon them. And you need the extra 20 million. Why? Repay Daigo for the money he gave me. And check out my
Unbreakable weapons, Akiyama. All right, I've heard your two questions. なるほどね。そんなことが、なんかいろいろつながってそうだね。ええ。だが一つ困ったことがある。実は、あさってのコンサート、舞台に上がる沢村遥ってのは、今俺が預かってる立場にあるんだ。え、そうなんですか？しかも、都合が悪いことに、俺と遥ちゃんは、どんなことがあろうと、そのコンサートをやりたいと思ってる。You're not canceling this concert, buddy. 今もとある場所で、事務所の連中と密かにレッスンを続けてる。それに、俺もついさっき、コンサートを中止してほしいという打診を断ってきたばかりだ。でも、コンサートをやれば、どんな危険が待っているかもわからないんですよ。そんなことはわかってる。だが、そう簡単にやめるわけにもいかないんだよ。あのコンサートには、いろんな人間の夢が詰まっているからな。夢ですか。とはいえ、危ないと分かっているイベントをやれば、客にまで被害がいく可能性もある。興行サイドとしては、何としても事前にその危険を取り除く必要はあるな。それじゃあ、イベントを中止を。いや、ダメだ。安易に中止すれば、はるかちゃんはその時点で、パク社長から引き継いだ夢を諦めることになる。夢ってのは、手が届くときに掴み取らないとダメなもんだ。次のチャンスはなかなか訪れない。あんたのホームランのようにな。今やるしかないんだ。いやでも、はるかちゃんに危険な橋を渡らせるわけにはいかない。それじゃあ、調べるしかないようだな。あの夢の舞台の裏で何が起こっているのか。But we don't have any leads. No way he did that without using a ton of money. Unless the organizer's in on it too. Detective?So what do we do?Sky Finance is now a hideout. Here you can do hideout stuff. Akiyama and Shinada can use taxis to go to Sotenbori and Kanecho. But you can't change your character in those cities. Sotenbori is my territory, Shinada. You're not welcome there.We're here to buy a whole lot of alcohol. ¥10,000 worth of liquor. ありがとうございました。Now that Kamurocho Hills is finished,
They're probably in the hotel district. Oh, look who it is. Handed over lots of liquor. Can you find somebody for me? I'll ask around. Is this gonna work? Probably. Oh, here we go. Hello. What'd you learn, buddy? You want the top floor of the building next to that. How'd you find the place? Where some of the best food gets thrown out. Go beat some people up now. Oh, it's like right over here too. We're not even that far away. Yeah, seems like the place. Thank you for calling my face pretty. I appreciate the compliment. Now prepare to be beaten up. That was one hell of a brawl. You random no-names can't take on one Yakuza pro tag. Think you can take on two at the same time, please. Just wait. Achcha! Anta ni au tame, wazawaza kou shite kitan da. Sonna isoi de nigeyou to shinakutemo ii in janai no? Ora wa nani mo shiranai!本当だ。俺は何も知らない。本当だ。あれ？おかしいな。まだ何も聞いてないのに。なんか隠してるの？あんた。違うんだよ。俺はかっちゃんに頼まれただけなんだ。多分ここに金貸しの社長が来るはずだから、そしたら軽く追い払ってくれって。 かっちゃんって勝谷のことか？そうだ。大阪芸能の社長の勝谷だ。どうして勝谷が俺がここに来ると？さあ、よくわかんねえよ。ただ、そいつは明後日のコンサートを開かせに来るはずだから、そうなったら絶対に突っ張れてくれって言われて、それで。 だから大阪工業系の組員たちがこのビルを警備していたわけね。で、あんたはパクさんから受け取ってる3億を持って高飛びしようとして。違う。今から大阪に行ってこの金を返しに行くつもりだったんだ。まだ
パクさんの墓前に手合わせてもねえからな。よく言うぜ。パクさんと交わした契約を破棄して勝也に乗り換えようとしたのはあんただろうが。だからそれも違うんだって。俺はかっちゃんの指示に従っただけなんだよ。パクさんとは全部話がついてるって言うからさ。一体何の話だ。死んだパクさんが勝也とどんな話をしたって言うんだ。ごまかすのも大概にしろよ。ごまかしてなんかないよ。かっちゃんが言うんだから間違いない。だってかっちゃんとパクさんはこの20年間ずっと互いに支え合ってやってきた仲なんだよ。誰が何と言おうとかっちゃんがパクさんを裏切るようなことはするはずないって。は？どういうことだ。勝也とパクさんがつながってるだと。おう、そうだよ。俺はかっちゃんの元マネージャーで、あいつらがこの町でスター目指して頑張ってた頃からの知り合いだ。パクさんもかっちゃんも夢半ば表舞台から去り裏方に移ったけど、以来ずっとあの二人は親友のはずだよ。なんだと。これは、20年前一度だけ撮った写真だ。二人の後ろに写ってるのが当時パクさんが付き合っていた男だ。確か真島とかいう名前だったっけかな。Yeah, Majima was married to Park for a little bit. That was established earlier. 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 That was established e競合ひしめく東京で事務所を立ち上げるなんてことは容易にできない。それで当時芸能系事務所が少なかった大阪に渡り、現地の極道連中と話し合い、大阪芸能の立ち上げを世話したのがその眼帯の男だよ。その後真島とパクさんは別れてしまった。結局パクさんもカッチャン同様大阪に渡り芸能事務所を立ち上げた。だがそれも全部あの頃の夢、お互いがスターになるという夢を叶えるために手を取り合って頑張っていくためだったんだ。でも確かダイナチアと大阪芸能は犬猿の仲だと聞いていたが。それは表向きにはね。そうやってライバル関係ってことを業界内に刷り込んで話題作りをしていただけだよ。あ、そういや確か何年か前にパクさんところのアイドル二人組が大阪芸能に移籍したんだけどね。 T セットの話か。そうそう、あれもさ、パクさんがかっちゃんに頼んだのよ。あの T セットの二人ってのは強烈なライバルがいないと飲みない。だからあえて大阪芸能に移籍させてダイナチアが育てたこと対決させて育てたいって。パクさんが考えそうな作戦だよね。となるとパクさん、それに勝也、さらには真島さんまでが知り合いだったってことか。知り合いどころじゃないよ。真島って男もパクさんとは連絡を取り合ってないみたいだが、かっちゃんとは今も頻繁に連絡取ってるみたいだよ。かっちゃん東京に来るたびに真島さんのとこを訪ねてたみたいだから。なんだって。それじゃあ真島さんと勝也は。うん、今も知り合いっていうかかなり親友に近い関係なんじゃないかな。なんてことだ。それじゃあ勝也がコンサートを中止させたがってるってのは他に何か理由が。中止？え、なに、延期じゃないの。延期？うん、だって俺はかっちゃんにあさってのコンサートを1日後ろにずらしてほしいとしか言われてないけど。なんかあさってじゃ新曲の振り付けが間に合わないからとか言ってたけどさ。あの勝也って男一体何を考えてるんだ。